はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。ウクライナ南部のマリウポリをめぐりましては、まだアゾフスタリ製鉄所内にウクライナ軍が立てこもり、民間人の方々も避難している状態であります。こうした中、次のような報道がありました。テレ朝ニュースですが、4月22日のニュースですが、消耗戦から兵糧攻めへ戦術変更か。プーチン大統領はアゾフスタリ製鉄所への攻撃中止を命じました。プーチン大統領、ハエ一匹通れないよう製鉄所を封鎖せよ。プーチン大統領の攻撃停止命令が下った後も、ロシア軍によるアゾフスタリ製鉄所への攻撃は続いているといいます。このように報道されておりました。その後、アゾフスタリ製鉄所内に避難している民間人の方々はどうしているのか、立てこもっているウクライナ軍はどうしているのか、世界が心配し注目していました。一部報道によりますと、製鉄所地下においてウクライナ軍側がですね、地下を掘ってアゾフ連隊とウクライナ軍の海兵隊が合流したのではないかとする報道もありました。で、こうした報道がもし事実だといたしますと、アゾフスタリ製鉄所の地下に坑道掘削装置のようなものが存在する可能性もあると思います。ただ、こうしたマリウポリ、アゾフスタリ製鉄所をめぐる報道というのは現状錯綜しておりまして、何が事実か見極めるのは非常に難しい情勢だと思います。こうした中、アゾフスタリ製鉄所の地下の様子ということを、多分最近のものと思われますが、アゾフ大隊が公開しておりました。 G 通信では次のように報道しております。ロシアが制圧を主張したウクライナ南東部マリウポリで徹底抗戦している精鋭部隊アゾフ大隊が23、24の両日、立てこもっているアゾフスタル製鉄所の地下に避難している住民の様子を映したとする動画を交流サイト SNS で相次いで公開した。23日に公開された動画では、アゾフ大隊の兵士が地下深くまで階段を降り、歩み寄った子供たちとグータッチ、カメラに向けて笑顔を見せる子供もいる。24日投稿の動画には、さらに薄暗い場所で兵士が市民に食料を配る場面が映っている。で、こうした報道を見てまいりますと、現状製鉄所地下においては、一部報道によりますと、水と食料はあと1週間程度というふうに報道されておりますが、そうした物資がまだ少しあるという状況のように見えます。こうした中ですね、ウクライナ側によるアゾフスタリ製鉄所へのヘリコプターによる物資補給が成功したとの報道が AP 通信からありました。元の記事が英語で長文でありましたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。 AP 通信は次のように報道しております。マリウポリでは数週間の砲撃によって大部分が瓦礫のようになり、ロシアの国家テレビはマリウポリの包囲されたアゾフスタリ製鉄所の本館が炎上していることも放映しました。ロシアプーチン政権はシリアとリビアからの軍隊と傭兵をウクライナでの戦いに投入し、毎日より多くの軍隊をウクライナ国内に配備していると、ウクライナ国家安全保障防衛評議会の事務局長であるオレクシー・ダニーロフ氏は述べた。私たちは困難な状況にありますが、私たちの軍隊は私たちの州を守っていますとダニーロフ氏は言いました。ダニーロフ氏はロシアの約12から14のエリートの軍部隊がマリウポリを離れ、ウクライナ東部での戦闘に参加するために移動し始めたと報告しました。ダニーロフ氏はまた、ウクライナ政府は何週間も爆撃されてきたマリウポリ製鉄所に秘密裏に夜ヘリコプターを介して武器を届けることができたと語った。このように報道されております。ですので、ウクライナ軍がヘリコプターでアゾフスタリ製鉄所に武器を届けることに成功したということが事実だといたしますと、現状製鉄所内のウクライナ軍は武器弾薬の補充ができたというふうに見ることができると思います。もしそうであるならばですね、ある程度の食料水なども届けられた可能性があると、そうした推測もできるのではないかと思います。しかし、あれだけロシア軍が包囲している中、夜とはいえですね、どのようにヘリコプターでアゾフスタリ製鉄所に近づけたのでしょうか。このあたりの詳細は発表されておりません。ただウクライナ軍のヘリコプター操縦技術というものは非常に高度であるとの報道指摘がありました。 BBC は次のように報道しております。解説、ジョナサン・ビール、BBC 防衛担当編集委員。ウクライナのヘリコプター操縦士は軍用レーダーや防空システムをかいくぐる低空での高速飛行の訓練をたっぷり積んでいる。ウクライナ東部のドンバス地方でまさにそれをもう何年も繰り返してきた。私は2018年に
そうしたウクライナ軍パイロットの目覚ましい技術を目撃した。樹木のてっぺんや電信柱のほんの数メートル上を飛んでみせるのだ。このように報道されております。ですのでウクライナ軍側のヘリコプターの操縦士がですね、そうした軍用レーダーや防空システムをかいくぐる低空での高速飛行の訓練をたっぷり積んでいるとなると、アゾフスタリ製鉄所に武器などを届けられたとする、まあ、ウクライナ側の主張にも一定の信憑性があるように見えます。もし今回武器と、そしてそうしたものと一緒に一定のですね、食料や水なども届けられたとすれば、製鉄所地下に立てこもるウクライナ軍や民間人の方々は今後も籠城をある程度の期間続けることができる可能性はあるように見えます。ただですね、民間人の方々は一刻も早く安全な場所に避難をすることができる、そうした状況を作ることが最優先であるということは大前提なわけですけれども、まあ、現状人道回廊などが現実的に機能していないという情勢の中で、今後製鉄所内にある程度の期間籠城するということもできるという可能性も指摘されております。そもそも製鉄所を一匹のハエすら出られないように封鎖することなどできる可能性は低い。何しろ東京ドーム235個分の敷地なのだ。軍事ジャーナリストが言う、製鉄所は大量の水を必要とします。工業用水とはいえ、実は飲用できるというケースは珍しくありません。兵糧攻めが成功するかは未知数です。しかも広大な敷地を厳重に警備するのは不可能ですから、こっそり地上に出たウクライナ兵が何らかの方法で物資を調達するということは決して無理な話ではないでしょう。たとえロシア軍がマリウポリを制圧したとしても、それだけで勝利を意味しない。戦術的には勝利しても戦略的に敗北するということは珍しくはありません。具体例としてはアメリカ軍が侵攻したアフガニスタンやイラクが挙げられます。両国とも戦術的には勝利し、領土内の駐留に成功しました。しかしその後はテロやゲリラ戦で苦しめられることになります。結局アメリカ軍は駐留費用が巨額に達し撤退を余儀なくされました。戦争が長引けば長引くほどロシア軍には不利であり、ウクライナ軍には有利になります。今後もロシア軍がウクライナ軍に手を焼くという構図は簡単には変わらないと思います。同軍事ジャーナリスト。このように報道されております。こうした中、新たなニュースが入ってまいりました。国連のアントニオ・グテレス事務総長は26日モスクワのクレムリンでロシアのプーチン大統領と会談した。国連の発表によると、プーチン氏はウクライナ南東部マリウポリのアゾフスタリ製鉄所に避難している民間人の退避に国連と赤十字国際委員会が関与することに同意した。国連とロシア国防省がさらに協議を続けるという。ただ民間人の安全な退避が実際に実現するのかどうかは不透明だ。この報道が事実だといたしますと、一刻も早く民間人の方々が安全な形で避難ができるよう、国連や赤十字が早急に対応していくことが重要だと思います。他方、アゾフスタリ製鉄所の地下というのは、まあ、以前の動画でもお伝えしたんですが、難攻不落というふうに指摘されておりまして、5月9日を迎えてもこのですね、ウクライナ軍側の籠城は続く可能性も指摘されております。ロイター通信によると、東京ドーム約235個分という敷地内では年間400万トンの鋼、350万トンの溶銑、120万トンの圧延鋼を生産することができる欧州最大の製鉄所の一つだが、それだけではない。イギリス BBC 放送も軍事専門家の話として、製鉄所には核シェルターやトンネルがあると指摘し、防御体制が整っていると説明する。つまり籠城を意識した難攻不落の城なのだ。ロシア側は独ソ戦戦勝記念日である5月9日までに何らかの戦果を誇示したい思惑がある。特殊部隊投入という報道がある一方、難航しているのか再び投降を要求したという報道もある。完全制圧は可能なのか。軍事ジャーナリストのセラ氏は、製鉄所の地下は8階構造で、至る所に市内へつながるトンネルがあるとされる。ソ連が核戦争を想定して作ったため、居住空間や食堂、診療所、演芸場まである。ウクライナ側はロシアによる2014年のクリミア併合以降、地下空間をさらに充実させてきたと言われる。アゾフ連隊が兵力を増強したこともあり、ロシア側も攻略が難しいことは知っている。だからこそ降伏を呼びかけた。5月9日までの完全制圧は間に合わないのではないかと指摘した。このように報道されております。ですので現状、ロシアプーチン政権が予定しているとされる
マリウポリでの軍事パレードですとか、あるいは5月9日でもまだ製鉄所内にはウクライナ軍が立てこもっている可能性ということも想定されてきたように見えると思います。ロシア軍の包囲網をかいくぐり、ウクライナ軍側がヘリによる武器などの物資をアゾフスタリ製鉄所に届けたとなりますと、ロシア軍はハエ1匹どころかウクライナ軍のヘリの侵入を許したということになると思います。これはロシア軍側の立場としてはですね、大きな失態というふうに言えると思います。そしてこのことは逆にウクライナ軍の能力の高さということを世界に示しているように見えると思います。こうした中、ロシア軍の損耗は日に日に大きくなり、ロシア軍の再建は難しい情勢になってきているように見えると思います。 CNN は次のように報道しました。オースティンアメリカ国防長官は24日ウクライナからポーランド国境を越えた非公開の場所で会見に臨み、ロシアがウクライナ侵攻でやってきたようなことを繰り返す力を失うほどに弱体化することを期待していると述べた。そしてさらにウォールストリートジャーナルは次のように報道しております。ロシアは今回のウクライナ侵攻で大量の兵器を導入し、かなりの部分を失った。これに西側の厳しい経済制裁も重なり、新規兵器システムから既存武器の予備部品に至るまであらゆるものを生産する能力が損なわれ、向こう数年にロシアの軍事力と兵器輸出は深刻な打撃を受けるとみられている。短期決戦との当初想定に反してウクライナ侵攻は9週目に突入しており、ロシアはこれまで最新鋭の装備も含め兵器の大部分を展開している。軍装備の被害状況を追跡するオープンソースサイトオリックスによると、ロシアはこれまでウクライナでの戦争で3000以上の大型装備を失った。これには主要な戦闘戦車500台以上、装甲戦闘車両300台、戦闘機20機、ヘリ30機が含まれる。ロシアは近年戦車を年間およそ250台、軍用機150機を生産していた。米シンクタンクの戦略国際問題研究所 CSIS のシニアアドバイザーマーク・カンチアン氏が分析した。これに基づくとウクライナ軍はここ2ヶ月に少なくとも2年分の生産台数に相当するロシア戦車を破壊したことになる。ただウクライナに侵攻するロシア軍は膨大な在庫から再補給を受けるため、兵器の損失が目先の戦況に影響を与える可能性は低い。ロシアは数万台の軍用陸上車を保有しているとされる。だが大半は保全や修復が必要で、多くは実戦配備されることなく単に予備部品として使用されている可能性があるとロシア軍の専門家は見ている。旧型車両がどの程度配備されているのかは分かっていない。仮に戦争が何ヶ月も長引けば、ロシア軍が保有する装備の消費破壊に加え、西側の金融制裁や輸出規制によってより高性能な装備を兵士らに提供することは一段と難しくなるとの指摘が出ている。ロシアの防衛請負業者についても、政府と輸出先の双方の需要を十分に満たせない、あるいは最新兵器の研究開発 R&D への投資が不足することがあり得る。西側の当局者やアナリストはこう話している。シャーマンアメリカ国務副長官は21日ブリュッセルで、我々の制裁がロシアの軍産複合体を後退させており、早期に戻る見込みはないとの見方を示した。このように報道されております。ロシアプーチン政権はウクライナ侵攻の長期化により、ロシア経済とロシア軍の構造的な弱体化を招き、そうした情勢と直面する可能性が高いように見えます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。